どうも、ミスログです。今回なんですけれども、ミスログが社活とか撮影に持っていってる一眼カメラ機材について紹介していこうと思ってるんですけれども、最近ですね、こちらソニーの純正の FE7200mmF2.8GM2 という、7ニッパーと呼ばれるレンズ、こちらを購入させていただいておりまして、こちらの導入後ですね、もうこんな写真とか、もう素晴らしいもう表現の幅が広がる写真を撮れるようになってきてるんですけれども、それに伴いまして、絶賛カメラバッグ問題が発生してしまっております。カメラバッグ全然量足りなくなってしまってまして、なのでですね、一旦ミスルが普段一軍で使ってるカメラ機材を紹介させていただいた上で、このカメラバッグがいいんじゃないですかみたいな、そんなアドバイスもいただきたいなということで、今回の動画をお送りしようと思っております。でですね、現段階でミスルが候補にしてるカメラバッグ3種類ほど候補があるんですけれども、容量の違いだったりとか、サイズの違いだったりとか、どのバッグが一番ミスルの今の機材だったりとか、こう普段の使い方に合ってるのかっていうところがまだ判断しかねる部分がございますので、ミスログが普段一軍で、絶対持ってきますみたいなカメラ機材も紹介させていただいた上で、それだったらこのやつがいいんちゃいますかみたいなものがあれば教えていただけますと、ミスログ非常に助かりますので、ぜひミスログをお助けいただけますと幸いでございます。ということで、まずカメラ機材の中身から話していきましょう。ということで、カメラバッグから順番に紹介していくんですけれども、カメラバッグはピークデザインさんのエブリデイバックパックっていうものの20リットルのカメラバッグを使っております。で、横につけてるこちらが三脚なんですけれども、こちらがベンローさんっていうメーカーのカーボン三脚になりますね。で、この雲台のところはカメラバッグの中に入れて持ち運びをしてます。結構ミスログ電車移動が多いっていうところもあって、雲台は外して撮影するところに着いたらカメラバッグの中から出して、三脚も取り出して雲台を取り付けるというような運用方法でやっております。ということで、続いてカメラバッグの中もこれ一気に見せた方が早いと思うんで、ガバッと開けるんですけれども、はい、こんな感じになっておりまして、ミスログの使い方としては3段で分かれてるんですけれども、一番下に入れてるのがこちら7200の F2.8 の最近導入した7ニッパのレンズで、この2段目真ん中のところにこちらが標準ズームレンズですね、 20mm70mm の F4G レンズを置いております。で、これが動画撮影用で使ってる 7S3 につける用のストラップですね。ストラップもミスログ現地についてからつけるようにしておりますので、これもカメラバッグの中に忍ばせてるっていう感じでございます。でですねこちらが写真メインで使っている α7-4 になりまして、デフォルトではこの 50mmF1.4 を取り付けた状態でカメラバッグに忍ばせております。これが最大の問題なんですけれども、この7ニッパーしか使わんみたいな撮影の時は、できれば α7-4 に7ニッパーを取り付けた状態でカメラバッグの中に入れたいんですけれども、7ニッパーにカメラを取り付けるだけでも横幅オーバーになってしまいまして、もうどうしてもこの運用をするしかないっていうような状態になっております。縦に入れるっていう選択肢もありなんですけども、そうすると他の周辺機器が入らない問題が発生してしまうので、ちょっと今はこういう運用をしているっていう感じです。で、一番上の段は動画撮影とか、さっき言ってた雲台とか、その周辺機器を置くスペースになっておりまして、こちらが雲台ですね。雲台で、こちらがホーリーランドさんのワイヤレスマイクになります。ピンマイクを使って収録をするときとかはこれを使ってます。もういつ使い始めるかわかんないので、これも常備してるっていう感じですね。で、こちらが DJI の Osmo Action 4ですね。これは POV の撮影とかをたまにやるんですけれども、その時にはこのシステムを首にかけて撮影をしております。これも常に常備してるっていう感じですね。この Osmo Action 4については、夜間の撮影でちょっとだけ画質が落ちるかなっていうところは感じるので、夜景の撮影とかの時だけはこれは置いて撮影しに行くっていうようなスタイルにしております。はい。で、続きまして。で、こちらが、あれ、スプロワーになります。で、最後、こちらが西さんの ND フィルターとか、フィルターのケースになっております。この中に ND フィルターとか、ブラックミストフィルターとかを入れて、動画を撮る用のレンズに取り付けてあげるっていうような感じでやっております。で、あと忘れたんですけど、こちらですね。こちらがもう今ちょっと撮影で使っちゃってるんですけども、マイク周辺機器ですね。こういったモフモフだったりとか、あとワイヤレスマイク用の接続ケーブルとか、こういったものを忍ばせる用の袋をこんな感じで入れてます。でですね、ここに小さいポケットっぽいところがあるんですけれども、このポケットの中に、
こちらが CIO さんのモバイルバッテリーですね。タイプ C のこんなケーブルが付いてるモバイルバッテリーを入れております。これは撮影の合間とかにカメラの充電をしてあげる用途で結構使ってるんですけれども、車とかで次の撮影スポットに移動するまでが結構時間かかるっていう場合には、充電しといて着いた頃にはまた 100% に戻ってるっていうような運用が可能になっているので、これは結構便利ですね。で、こちらが予備用のバッテリーになります。これもここに忍ばせて使っております。とりあえずこんな感じですね。という感じでございまして、で、普段はこんな感じでカメラバッグを背負って、で、今動画撮影で使っている α7S3 プラスレンズを、こう、ストラップでこう首にかけて、現地着いたら、この三脚、こっちの三脚をこう置いて、そこに S3 立てて、で、カメラバッグをこんな感じで、横からカメラを取り出すというようなスタイルでお送りしております。でですね、ここからが問題になるんですけれども、今手元にあるこの α7 4プラス、α7S3 が、まあ、動画撮影用、写真撮影用みたいな感じで使い分けてるんですけれども、この 70-200mm、このレンズが導入される前はですね、S3 をこの中にレンズ取り付けた状態で入れてたんですけども、それがもうできなくなってるんですよね。なので、α7 4か α7S3 のどちらかを首にストラップつけてかけた状態で、現地にまで行かないと、もう機材が収められないっていう問題が発生してしまってるっていうところが、今の悩みの種でございまして、悩みの種で合ってんのかな？ちょっとこれなんとかなりませんかね、皆さん。逆にこのエブリデイバックパックの20リットルの中でこういう風に入れたらうまくいくんちゃいますのとかがあれば教えてほしいんですけれども。あ、で、ちなみに今、20mm の単焦点のレンズを取り付けてるんですけれども、この 20mm の単焦点は普段、なんか日中の撮影の時には使わなくて、16-35mmF2.8GM2 のこの広角第三元レンズ、この子が今動画撮影する時にはメインでここに取り付いてるわけなんですけれども、なんとかこう、全部をカメラパックに入れたいなっていうところはありますので、そこが今のミスログの次なる課題になっております。で、ここからはですね、この20リットルのエブリデイバックパックに変わるカメラバッグの3種類の候補についてお話をしていこうと思います。はい、ということで改めて候補にしている3種類のカメラバッグなんですけれども、何やったかいな。よいしょ。あれ、どこ行った？どこ行った？どこ行った？はい、お待たせしました、お待たせしました。まず一つ目がですね、シンクタンクフォトというところのエアポートアクセレレーター 26.1 リッター、こちらを検討しております。で、こちらに関してはヨドバシさんに先日伺わせていただいたときに、ちょっとだけ触らせてもらったんですけれども、26.1 リッターでも結構入るなっていうところは感じておりまして、だから実際にこの今回紹介したような機材が全部入るんかっていうところは試してないんですよね。あ、でですね、でですね、でですね、しまったしまった、これ言うのは忘れとった。これ言うの忘れとった。のミスログですね。写真撮影の他に、こちらの DJI さんのこのジンバルを使うこともありまして、このセットもカメラバッグの中にあわよくば入れたいんですよね。で、そこを考えると、十分、中のスペースに関してはあるんですけれども、余分なところを入れるスペースないかなっていうところがちょっと迷う要素の一つになっております。これどうなんでしょうか？ジンバルとかは使われる方で、このシンクタンクフォトのエアポートアクセレレーター使われてる方いらっしゃいましたら、どんな使い方されてるか教えていただければ幸いでございます。で、続きまして二つ目なんですけれども、PGYTECさんのワンモア2バックパックっていうカメラバッグになります。こちらが25リッターと35リッターありまして、この二つ両方とも迷ってるんですけれども、なんで合わせて合計3つのカメラバッグを迷ってるっていうような感じになるんですけれども、容量がどっちがいいか、プラスサイズ感的に問題がないのかっていうところも迷っておりまして、どちらもお使いになられてる方、本当にアドバイスいただければ幸いでございます。で、この PGYTECさんのカメラバッグについては、ヨドバシさんとかビッグカメラさんにも在庫がない状態になっておりまして、もう現物を触ることが全然できない状態でございまして、もう皆さんのレビュー情報とかを参考にしながら決めていきたいなというところでございます。ただこの Amazon のまあこういった画面とかを見る限り25リッターでもいけんちゃうんとかは思ってるんですけれども、プラスでレンズ買ったらもうこれまた足りんくなるんかなとか、いや25リッター買って容量少なかったなってなるくらいやったら35リッターにした方が多少サイズ大きくてもたくさん入るし余分に後を入れれるしなっていうところで、またカメラバッグ買う必要もなくなるんかなとかめちゃめちゃ考えているんですけれども、いやこれ本当にもう最後も容量どっちがいいか問題に今なっております。どうなんやろ、どっち
ちが見白に合ってんのみたいな感じのところがもうずっと今ぐる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 回ってる状態なんですよ。もうどっちを選んだら見白にとっての正解になるのかもう本当にわからない状態、もうカメラバッグ沼に浸かりそうで、もう皆さん助けてください。本当に現実的な運用スタイルとしてはカメラが2台マックス5本のレンズでプラス、ジンバルとかフィルターケースだったりとかマイクとかそういったものを入れるっていう想定なんですけれども、多分25リッターで足りるんじゃないかなっていうところではあるんですけれども、ぜひ皆さんこっちの方がいいよとかこっちだとこういったデメリットがあるよとか本当にコメントで教えていただけますと幸いでございます。はい、ということで今回はミスログが普段撮影とか社活で使っているカメラバッグの中身プラスアルファ今カメラバッグこの3種類で迷ってますっていうのを紹介させていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。本当に片方が増えたら片方も増えるようになるっていう、カメラたちにこのバランスをコントロールされてるみたいなこの感覚はこれ何なんでしょうか。これ皆さんもうどうやって対処されてますか。これでも何もいらんわみたいな状態に果たしていつたどり着くのか、正直たどり着かない気がしてるんですけれども、ぜひですね皆さんもこのミスログのカメラバッグ問題解消いただけるようにご助力いただけますと幸いでございます。逆にですねこのミスログが今使っているこのエブリデイバックパックの20リッターを検討されてるっていう方もこの動画ご覧いただいてるかもしれないんですけれども、このカメラバッグに関しては横から取り出せるっていうところが最大のメリットになってるかなと思います。カメラ1本プラスレンズ 1,2 本ぐらいをレンズ交換しながらたまにはこうマイクつけて動画撮ったりしたいですみたいな方にはちょうど持ってこいのカメラバッグになってるかなと思います。また20リッターがちょっと多いっていう方であれば15リッターのカメラバッグもこちらございますので、そちらもご検討いただければいいかなと思います。ただ野鳥撮りたいなとか、うわもうちょこっと望遠欲しいなとか広角域のレンズ欲しいなとかになって増えたら、その増えた分あこのカメラバッグが入らんくなってしまったなどうしようかなでまた20リッターのカメラバッグ買ってみたいなことになる未来がもし予想できるようであれば、その新しい機材が増えるまでの隙間分は例えばタオル入れたりとか着替えの服入れたりとかスマホの充電ケーブルとかも余裕持って入れといた方がいいかなみたいな念のためのスペースっていう形で使うこともできますので、ちょっと余裕を持ったライフスタイルを送っていただければいいんじゃないでしょうか。ということで今回の動画は以上になります。今回の動画参考になった方は高評価とあとコメントお待ちしております。でチャンネル登録まだの方は何卒こちらのチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけますと幸いでございます。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ミスログでした。バイバイ。カメラバッグの情報お待ちしております。バイバーイ。